オーケストラルマヌーバーズ・イン・ザ・ダークは、イギリスのシンセポップデュオである。略称はオムド。ライブで演奏するバンド1975年に、イギリス・リバプールで、学生時代から友人だったアンディ・マクラスキーと、ポール・ハンフリーズの二人が、ドイツのクラフトワークに強い影響を受けて、デュオを結成。当時三台のラジオと、テレビから録音した、ノイズ、ベースやギター、エコーユニットなどを使い、 最初の曲を録音する。この時に作った曲のタイトルが、オーケストラルマヌーバー,アーツ・イン・ザ・ダークだったことからこの名を、気に、入り、当時流星を極めていた、ニューウェーブのシンセポップユニットとして、当時進行レコード会社だった、ファクトリーレコードから1979年に、デビューする。バージンレコード参加のダインディスクに移籍後、1980年に、イギリスで、シングル、 エノラゲイの悲劇がヒットする。この曲は日本のテレビ朝日で放送されていた CNN イウォッチのテーマ曲として使われたことでも知られた。また同年のシングルオルレアンの少女もヒットし、イギリスで着実にヒットを飛ばし続ける。1985年には MTV を通じてその旋風がアメリカにも飛び火し、シングルシークレットが 全米シングルチャートのトップ100にチャートインすると、同年、総インラブで全米シングルチャートのトップ40入りを果たす。翌1986年には、If You Leave が全米シングルチャートのトップ10ヒットとなり、この他にも、Live and Die も全米トップ40ヒットとなり、これらの曲を収録したアルバム、c ラ a s h と The Pacific Age の2枚はプラチナムに輝いた。 またこの間にワールドツアーを観光し、1984年と1987年には来日公演を行っている。1988年にはベスト版ドリーミングリリースに際し、新曲ドリーミングをシングルカット。これも全米シングルチャートのトップ20に入るヒットとなるも、ここで活動は一旦昇級死状態に。これを境に、 アメリカでの人気は衰えだが、1993年にはバリー・ホワイトの愛のテーマをサンプリングしたドリーム・オブ・メを本国でヒットさせている。1996年にはアルバムユニバーサルを発表し復活するも、その後再び長い活動休止期間に入っている。2010年にアンディ・マクラスキーとポール・ハンフリーズの二人による14年ぶりの復活作、 ヒストリー・オブ・モダーンがリリースされた。前出の通り、クラフトワークに強い影響を受けており、ライブではネオン・ライツをカバーしている。一般受けするポップフォーマットの音楽も発表しているが、1982年にリリースされたアルバム、ダズル・シップス等には実験的な色合いも強く残されている。2008年発表のライブ版、ライブ、 アーキテクチャーモラリティモアに収録のジョーン・オブ・アークはドイツのバンドグレゴリアンによってグレゴリア聖歌風にアレンジを施されたものがテレビ朝日で2005年から2009年3月まで放送されていたオーラの泉でエンディングテーマとして使用されていた。これは2007年にリリースされたアルバムマスターズ・オブ・チャント・チャプター6の日本版 ボーナストラックとして、同番組のオープニングテーマ曲であるや、ズーのオンリーユーと共に収録されている。ありがとうございます。